あ、ここでハマるけど、これを逃げ切れるか。やろうとりうまっ。いやー、ロドリうまい。やっぱ半身作れんだよな、遠藤航もそうだけど、この間で受けんのうまい選手。そうなんだよな、やっぱ、間で受けんの得意じゃない選手って、やっぱあそこで半身作れないんだよね。あ、今おもろかったね、今ね。ペップが一旦ロドリに降りて迂回経路作れって言ったんだけど、ロドリは、いや、俺ポイント取った方がよくないですかみたいな。確かにどっちもありなんだよね。で、ロドリが降りると他の選手も降りなきゃいけなくなるから。ちょっと面白かったね。でもあれね、そうなんだよ。信頼してる選手だから、監督外からお前降りてこうしろって言うんだよね。本当は他の選手が降りた方が早かったり、迂回経路作れるのスムーズだったりしても、あのちゃんと察して動けんのはこいつだなっていう人に言うんだよね。ロドリうますぎ。いや今のでそこめちゃくちゃうまいな。今のロドリの判断最高だったね。うわ、ロドリ今日最高だな。お、折り返せるか。いやー難しい。いや今日のロドリやばいね。ロドリを開けといちゃダメだね今日ね。ロドリがここに降りてくると、こう中盤捕まえにくるだ、間ポカッと開くから、そこ、うわ、頭いい。これ、ペップがさ、よく言うのが、どこを相手が捕まえに来たら次どこ開くか考えろって、いろんなところで言うの、ペップ。今のってさ、この状態でビルドアップするから、ここにさ、ニューカスがちょっと誰ついてはわからない、こういうふうにつくじゃん。で、そうすると、ここ、こういうふうにロドリ降りてくる人たちはもう一枚つきますかってのが、ここポカッと開くから、そこにね、受けた後にポンって飛ばして。めちゃくちゃ頭良くない？うわぁ！一点差でよくやるな、それ！ロドリへの信頼と、エデルソンだからっていう。うわぁ、なんだそりゃ。うますぎる。ロドリの代わりどうするか問題、今シーズン決まりそう。うん、本当はね、こういう時にね、例えばコバチッチのところに、当たり前みたいにカルビン・フィフス出てきたりとかね、そうしたいんだけど、なかなかな。守備が機能してるのは一人一人の戦術理解度高いからね、ただ運動量が高いってだけで、高いとかあるってだけで使えないから。